どうも皆さん、マルチゲーミングクラブホームの黒と申します。ということで、ウォッチドックスレディオイエーイやったーようやく来ました。ということで、ウォッチドックスレディオやっていきたいと思います。発売おめでとうございます。はい、ということで、ウォッチドックスの、経験というか、今までやってきたゲームは、ウォッチドックス1と、ウォッチドックス2はやったことあるので、今のところウォッチドックスシリーズはやってきてます。はい。なので、もう、楽しみでしょうがないです。もう、ちょっとすごい鳥肌が立ってます、今。やばいくらいの鳥肌が立っています。なので、普通に、まあ、オンラインは、まあ、12月ということではできないんですけど、普通に、ストーリー、キャンペーンをね、やっていきたいと思います。いやー、マジで楽しみ。OK。ニューゲーム、シングルプレイの難易度、ノーマル、ハード、ノーマルでいいんじゃない？死んだら最後モード？はぁ。死んだら最後を有効にすると工作員は致命的なダメージを受けた時に死亡し、ゲーム内で二度と復活する。おお。あ、何？すべての工作員が再起不能。あ、すげえ。あ、マルチでは影響はしないんだね。うわあ、死んだらだって死んだらってイントネーションおかしいっけね。あー、マジか。死んだら最後、面白そうだけどね。ちょっとやってみようか。ね。まあ、アイアンマンする？向こうでできないんでしょ？これにしとく？ハードにしとく？ハードのオンにしとく？ちょっと、ハラハラしちゃうよね。アイアンマンはちょっときついから、ハードの、結局はでもオン、オフ関係ないもんね。じゃあハードのアイアンマンで行こう。うん。俺で行っとこうよ。こっちとら何回ゲームやってると思ってんだよ！やってやるじゃねえの！え？クリアしてやるじゃないの。だいたい時刻見て終わるんだよ、俺の場合。後悔するんだよ、きっと。まあ、左下のこの、多分、ロードの画面が長いんだろうから、カットしたと思います。ロンドンよ、何という街なんでしょう。あらゆる場所に歴史と写真を撮る観光客がいる。ビールと笑顔を提供するパブ、音楽、劇場、そして芸術。それに多文化主義。世界最古の地下鉄、チューブ。都市の中の都市ですね、まさに一級品。築き上げるのに12000年。壊滅させるには一夜で済みます。状況は？警備は停止したよ。けどお空は賑やかだね。くそ。ダルトン、時間がない。分かってる。 UBI プレゼンツ。入った。何か情報は？バグリー、急かされては混乱します。こういう脅威は当局に任せてもいいのでは？甘いね、バグリー。こっちは助けに来たっていうのに逮捕されるのがオチだよ。俺たちでやるしかない。気をつけて、ダルト。ザービーネにしちゃ不安そうだな、バグリー。コンピューターに感情のことを尋ねるとは天才です。ええ。二人とも黙って集中しな。さてと、はい、ということでやっていきましょう。とりあえず、視点とかは、おはは、かっこいい。待って。ちょっと、なんだっけ、設定をします。少々お待ちを。ということで戻ってまいりました。
一応ちょっといじっては見たんだけど、いろいろいじったら多分ね、こっちも撃たない。ごちゃごちゃになりそうなので、ちょっとやめときます。基本多分変わらないと思うけど。怖え。ジャック。あれ？テクだ。オッケー。デッドセックの装備が大量にある。どういうことがわかるか。は？なんで？そんなのどうやって？さあな。デッドセックの仕業にしようとしてるやつがいるんだ。くそ。ダルトン、くれぐれも慎重に行動して。はい。黒ずくめの連中は何者なんだ？特定できません。それも計画のうちなのでしょう。ああクソ、そこら中に爆薬が仕込まれてる。嘘だろ。バグリー、あれって RDX ナイトロジェンです。議事堂を吹き飛ばすには十分な量です。起爆装置の位置は分かるか？正確には分かりませんが、上階のデバイスから膨大な暗号データが流出しています。それで十分だ。すぐに向かう。おお、危ねえ。なるほどね。おお、すごい飛んでた。おいおいしょ、おいおいおい、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。難易度だけ演出してる。議事堂を吹っ飛ばして俺たちの仕業にするつもりだ。最低かよ。先に起爆装置を見つけるしかない。武器も何も持ってないね。開かない。ダメか。開くんかい。よいしょ、到着。庶民議員の中だ。どこの連中か知らないが、政府のど真ん中に仕掛けるとはな。起爆を解除、OK。これだ。はい。起爆装置だ。すげえ。バグリー、手を貸してくれ。そうしたいのですが、遮断されています。くっそ、バグリーなしじゃどうしようもない。いや、なんとかなるだろう。 MI5 時代にはよくやったもんだ。あんたってすごすぎ。とにかく急いで。よし、バグリー、頼む。入りました。おお、同時に爆弾が作動可能に。あ、これは大変ですね。くそ、
止められるのか。もちろんです。ですがまだ防衛システムがあるかもしれません。油断せずに。うまくいくよう祈ってるからね、ダルトン。ああ、そうだな。裏口に敵だ。ダルトン、本部が攻撃を受けてる。やばいやばいやばい。追いかかる。質問で邪魔されればされるほど。それじゃあみんな、マスクと銃の用意を。おお。なんかすごい、なんか変な銃持ってんな。マスク装着。見つかった。おい、かっこいい。さあショータイムだ。いるぞ。油断するな。ここはいい。捜索を続けよう。出てこい。いるんだろう。マグリー、状況は。この不正開封防止セキュリティの精度は実に腹立たしいですね。あー、どうしたかな。見事です。まだ機能していますよ。綺麗に二人一組で動いてるわ。何もない。他を調べる。ターゲットの痕跡は。ここは問題ない。まだまだ。なんだこっちは。何もなかった。仲間がやられた。どういうことだ。遠くへは行ってないはずだ。ああ、してくれ。マグリ、頼むからもう少しで終わるって言ってくれ。セキュリティは突破しました。あとは膨大なデコイコードを何とかして起爆装置のシークエンスを探し出すだけです。調べてください。そんなとこにいて。いるの？おい、なめるなよ。いるの？なめるな。こっちとらこんなディビジョンで鍛えてんだよ。問題発生です。は？ダルトン、至急手を貸してください。意味わかんない、それ。ふん。ちょ、危ない危ない。ちょ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 、ふんじゃないでよ。どうした？左に3つのスロットがあり、1つが受信機です。制御線を抜いてください。おい、冗談だろ。いいえ、いいから抜いてください。うわ、怖い。本当にいいんだな。うわー、はい。うお、爆弾解除です。ああ、なかなか楽しめたのではないですか。腐ったれ。心臓が止まるかと思ったぞ。本当ね、心臓止まるかと思った。ああ、え、何？おいおい、一体なんだこれは。ターゲットは議事堂だけではないようです。他の爆弾が起動しています。見せて、バグリー。くそ、こいつはまずいぞ。早くみんなを避難させないと。え、やば。え、運動中に散らばってる。時間だな。妹が図案会議にいる。なんとかしないと。屋根の上に他の爆弾に信号を送っている発信機があります。そこにたどり着けば全部止められる。うわ、うわ、ザビーヌ、畜生、侵入された。屋根に上がれ。すげ。ザビーネ、どうなってるんだ。攻撃を受けてる。もう無茶苦茶だ。バグリーごと全部消去するしかない。トランスミッターにはバグリーが必要だ。分かってる。ハッキング。でもバグリーがやられたらおしまいだろう。ダメだ。名前も作戦も位置も全部筒抜けだ。よし、なら昔ながらのやり方でやろう。バグリーを消すんだ。あ、はい、は消去してください。マジそういうことね。やれ、さっさとそこから離れるんだ。これでいける。こっちね。よし、バグリーはダウンした。あとはあんたにかかってる。ダルトン、もし心配するな。合流地点で会おう。約束だ。待って、後ろに。危ねえ。幸運を。
バカ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 。ぶねえ。そこにおったか。マップがないけきちいわ。銃撃を受けて身動きできない。ビッグ。反応感だけじゃきっちょ、あ、間違えた間違えた、ちょっときついわ。はあ、いい、こっちこっち。 OK。 どこだ。これこれだ、同じやつか。おお、すごい。え、いや、なんかな、そんな、バカな。よくやった、ガルトンウルフ。え、感心したよ。おお、何者だ。未だにロンドンの救世主気取りか。お前がここに来たのは我々の重要任務を果たすためだ。重要任務？何千人も殺すこと。うわ、はい、その通りだ。世界を救う。どうせロンドン市民はよく死んでるな。ペスト、大火に大空襲、面白くはない。だが破壊は常に癒しなのだ。それが今日始まるゼロデイだ。うわ、まさか。うわ、マジか、マジか。ロンドン市内の3カ所で立て続けに爆発が起こりました。被害が拡大する恐れもあるため、警察は家から出ないよう要請しています。当局からの公式な発表はまだですが、多くの命、そして壊滅した都市の様子を嘆く人々がろうそくを手に大勢集まりました。当局は犯人に官邸において記者会見を開き、その際に民間軍事企業アルビオンの CEO であるナイジェル・キャス氏にロンドンの治安確保を委任。氏はロンドン爆破の実行犯であるテロリスト組織デッドセックを捉える新鋭の AI システムと自律式ドローンでデッドセックの残党を拘束し、見事に実力を示しました。法と秩序がロンドン市民の最優先事項である現在、企業は戦闘兵器を発表しています。元来保安上の目的で開発され認可された技術を駆使し、生産と流通面で効率性が向上したのがその要因です。待望の掃討作戦が展開され、犯罪件数が激減しています。違法ギャンブル、ドラッグ売買、違法風俗の全てが減少し、五大犯罪組織中の4組織のリーダーが訴追されています。関連やブリックストンアルビオンの権限が政府によって無期限に延長されたおかげで、生活がようやく正常化しつつあります。自動検問所が設置されたことにより、外出禁止令及び移動禁止令、トラファルガー広場での暴動は大いに誇張されています。主に国外のユーザーが SNS を通じてこれらを広めているようです。アルビオンは暴動や反乱物のフェイクニュースへの注意喚起を行っていることもあり、爆破事件を起こしたのはデッドセックではなく、彼らは罪を着せられたのだという陰謀論は大衆の支持を得られていないようです。我々のリポーターもこういった見解をカメラの前で披露してくれるロンドン市民を見つけることはできませんでした。一連の事実がないのは明白です。まずはチームからだ。一人じゃデッドセックは立て直せない。
ロンドンの CTOS に入って候補者を洗ってみるか。お、はい。あ、スパイ。あ、え、え。クレアウォーターズです。今週のバッカニアはテロ容疑のかかっているアクティビスト集団。おー、すげえ。コリンと電話がつながっています。ジャンプ。どうお考えですか。すごい。ドセッカなんて奴らは片っ端から投獄すべきだったんだ。こうなったら全員並べて撃ち殺すべきだ。強いわ。五六もすごい。証拠も出てこないことについてどう思いますか。とはの見てみろ、この街を。他にどんな証拠がいる。彼らはこれまで暴力的ではなかった。あ、オッケーオッケー。アルビオンがここ数ヶ月で病院を手にした民間人の数はデッドセックのものよりも格段に多い。個人的には濡れ衣なんじゃないかって。エミリーと電話がつながっています。オッケー。エミリー、どう思いますか。クレアの言う通り、政府は状況をコントロールできているように見せかけるためにデッドセックに罪をかぶせてる。実際は誰が罰をしたのか全然頭突っ込みすぎじゃないそれ。それじゃ格好がつかないからね。あ、先端に何か USB みたいなのがついてるんだね。おお。うん、あ、これ、オッケー。次はアンシーに伺います。どうお考えですか？デッドセックは裏の顔を見せたわね。そうは思わない？あんな危険分子を何年も野放しにしてたなんて、okay. 信じられない。あいつらはただのテロリストじゃない。クラン・ケリーとか、はい、ロンドンの他のギャングよりもデッドセックが怖いですか？クラン・ケリーは店に火をつけたり殺したりするかもしれないけど、ロンドンを議事堂ごと爆破なんてしないわ。おお。クリプトキングさんです。偽名の方が良かったですか。当たり前だ。なんでわざわざ見つかりやすいようにするんだ。奴らに何ができてどれ。あ、おお。ブルーム、ブルームしか読めなかったね今。スキャニング。くそ、思った以上に状況は悪いな。ああ、でもまだ終わったわけじゃない。あんたが最後の望みってわけだ。あ、俺がってことね。はい。おー、すごい、なるほどね。選べるんだ。あー、なるほど。あ、しかも何？きちんとこうやってあるんだね。面白いじゃん。個人用のバイク。スポーツ車両。へぇ、バール。あ、これは何？もともと、持ってるものなのかな？え、どれがいいんだろう？身体健全。骨折した足首でマラソンを完走した。最強すぎ？あー、なるほど。それぞれの、あれか。個人のなんか能力、クッチじゃないけど、そういうものがあるんだね。え、乗り物の方が良くない？え、バイク免許の試験に落ちて書いてあるけど、え、バイクバッてんのそれ。わぁ、どうしよう。どっちかじゃね。MP5 を持つか、バイクを持つかでしょ、個人用の。これで行こう。はい。オーケー。よし。まあ、乗り物さえあればなんとかなりそうだけどね。どうだろう。なんとかならないかったりしちゃうかな。あ、でも乗り物って結構落ちてるか。まあ、いっか。おわ。オッケー。はい、じゃあポイント。まだ諦めて。ここで今回はここまでに。座標を送るから。やべえ、マップが全然わかんねえ。なんか広そう。はい。そこで会おう。わかりました。ということで今回はここまでにしたと思います。ベーターだね。はい。次回この先をね、やっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。